それでは、始めさせていただきたいと思います。皆様ご多忙の中、この度はオキュロフェイシャルクリニック東京会員記念講演会にご参加いただき誠にありがとうございます。オキュロフェイシャルクリニック大阪は、私の米国留学の盟友でもある三村雅史先生を院長に迎え、オキュロフェイシャルクリニック東京で培った日帰り全身麻酔を行う眼科手術、涙動手術、眼瞼手術など、すべての眼形成手術を行うクリニックです。今回、三村先生には、眼形成再建外科のニーズに応えると題して、三村先生が今まで行ってきたことや、オキュロフェイシャルクリニック大阪で行う診療についてお話しいただき、その後、私鹿島が眼形成手術を主体にしたクリニック経営という内容の話をさせていただきます。最後に質疑応答の時間を取っておりますので、質問がありましたらチャットで全員に向けて送っていただけたら最後に答えさせていただきます。では三村先生、よろしくお願いします。鹿島先生、ありがとうございます。オキュロフェイシャルクリニック大阪院長になります三村雅史と申します。この度はたくさんの方に、ご参加いただきまして本当にありがとうございます。それではちょっと せっかくですけども始めさせていただきたいと思います。44歳で、僕兵庫県出身です。で、今回の講演内容ですけども、一応4つに分けてまして、私の経歴 と、日本の眼形成再建外科の歴史と奥崎標準、そして、当院で治療可能な疾患で連携方法という形で、眼科に入局してですね、眼形成再建外科を志した理由なんですけども、学生の頃からマイクロサージェリーと形成外科に非常に興味があったという流れです。で、私の父が運動生理学をやっておりましたので、スポーツ整形でハンドでもやろうかなというふうに考えたんですが、母校の眼科の勧誘に出席しまして、眼形成再建外科という分野を知りまして、それで眼科に変えたという形で流れています。で、眼科研修医を終えて自覚したですね、医療における眼科の役割なんですけども、やはり QOL を高めるための QOB の向上ということで、眼科の役割というのはこの QOB を高めるということになります。で、一番はやはり視力の改善なので、やはり眼球が重要なんですけども、さらに多い、その他のものですね、視野の確保であったり、両足機能の確立、そして不定手術の改善、こういうものがやはりたくさん混じってくるというのが眼科の日常診療における感想だったということになります。で、近年のですね、眼球自体に対する治療というのは極小切開白内障をはじめですね、小視帯手術も緑内障手術も、非常に進歩しているということになっていますが、しかしその一方ですね、眼付属器をなおざにして、せっかく、向上した眼球機能というのが活かせない場合があるということになると思います。で、そこで眼形成外科の登場になるわけなんですけども、眼科医の立場から、この眼付属器の精密かつ複雑な眼球との関係を考慮して対応するということ、そして同時に、世話面にも十分配慮した質の高い治療を目指すというので、この眼形再建科というのは、やっぱり面白いということに気づいたわけです。ということでですね、研修終わったとですね、総合医療センターと大阪、海生病院に行かせていただきました。とりあえず、その頃には、眼形成というのは、やはり学会でもほとんど、ディスカッションされてなかったので、独学してたわけなんですけども、2006年のこの、臨床眼科学会の教育セミナーですね、これ、中村大輝の先生の講演だとか、あとは涙動解剖のセッションですね、こういうの毎年行われていて、毎回聞きに行って、勉強していました。で、今日も、来てくださってるはずなんですけども、植木先生に、教えていただいてですね、この日眼発表をですね、2005年に私も自分で臨床介護したということです。で、その後、海生病院に行かせていただいて、その時にですね、眼形再建涙動外来を立ち上げました。2009年は胃腸になって、この2011年にこの顔面外科グループというのを、病院内で、立ち上げまして、眼科と耳鼻科と口腔外科の先生たちと月に一度ディスカッションを始めたというのが、この外来での、海生病院での始まりだと思います。今は今川先生がこの眼形成手術センターを設備してくれています。で、その間にですね、やっぱり海外に行ってみたいなと思ったので、夏休みに、海外学会へ単独で乗り込みました。それでですね、2012年の
もう栄養だとかアメリカ関係して再建学会に行ったわけなんですけども、まあ、この時にですね、右下にありますこの鹿島先生とお会いしてですね、まあ、この時の印象はすごいあったんですけども、非常にざくばらんな先生でですね、楽しくこの時間を過ごさせていただいたと思います。で、まあ、大阪医大、そこからですね、帰学して、もうこの眼形成再建科の留学を決めたわけなんですけども、まあ、2014年に、大学に帰ってから、2015年から1年半、アメリカのカリフォルニア大学サンディエゴ校に、国際フェローとして、行かせていただきました。まあ、この時に教えていただいたのが、この吉川先生という先生で、日系三世なんですけど、日本語は喋れない先生なんですが、非常にもう日本人マインドを持っている、大変優しい先生でして、面倒を見ていただきました。で、このコン先生というのは、助教授の先生なんですけども、MIT を卒業して、吉川先生に教えてもらった教え子の第、3番目の先生ですね、になりました。非常に、まあ、1年半充実した、時間を過ごさせていただいたんですけども、この臨床留学ですね、やはりまあ臨床スキルっていうのが向上したっていうのが、普通の先生方の行かれる基礎留学とはちょっと違うところだと思います。まあ、一つ目はこのもちろん治療技術なんですけど、どういう治療を行っているかということ、そしてアメリカ人の、まあ、患者さんとの接し方であったり、インフルのコンセントの仕方ですね。であとはまあコメディカルとの情報交換をすることで、たくさんの情報を得て持って帰ることができたと思っています。で、キュロプラスティックのフェローシップはですね、まあ、このように、吉川先生はここにドンといて、ここに患者さんが裏にいますけども、フェローとレジデントが片方ずつ手術するというスタイルで、大きい手術の場合は2人ついて、このフェローを教えるという形で、教育をされていました。まあ、この教育方法についても非常に勉強になりまして、自分が帰った時にですね、どういうふうに教育しようかなというのを考えながら、ここに参加していたということになります。で、実際は僕の場合は、ハンズオンをですね、患者さんに触れてはダメだという留学だったので、その間にですね、このフレッシュカダバートレーニングといって、遺体を使ってずっと練習していました。まあ、これ、ここに生首がありますけども、患者さんのですね、ご遺体をですね、使って、しょっちゅう勉強していたということになります。こうやって見ていただくと分かるように、これ冷凍遺体なので。だから、ホルモンとかこっちに飛ぶには血が出ないだけで、非常に、練習になった、まあ、時間だったと思います。で、さらにですね、ここに行くと、いろんな人が、海外、世界中から集まってきますので、まあ、こういう先生方と一緒にディスカッションし続けてですね、ああでもない、こうでもない、そして、まあ、ここに行ってますように、アジア人もたくさんいますので、やり方だとか、そういうことをですね、いろいろディスカッションする時間ができたという、大変貴重な時間でした。で、なんといってもですね、この時にですね、2012年から、多分1回ぐらいしかお会いしてなかったんですけど、まあ、鹿島先生が、たまたまですね、同時期にこの UCL さんですね、UCLA に、留学されていて、で、僕が同時期にこのサンディエゴにいたということで、車で2時間だったので、非常に仲良くしていただいて、家族組みで付き合わせていただいたという形になります。でその後ですね、帰国後、大阪医大に帰ってきまして、その後現在は兵庫医大と東北大学の医療センターでも非常勤講師をさせていただきます。まあ、大阪医大の眼形成再建科グループを作らせていただいてですね、まあ、基礎的なものからですね、アフターファイブまで、たくさん、仲間とですね、時間を費やしていただいたというわけです。でその中でですね、遊びながらでもこの研究業績を上げるということで頑張っていたんですけども、まあやはり、論文一応60本あるんですけども、コレスポンディングが24本で、そのうちが20本が眼形成再建科ということで、まあ業績に関してはほとんど眼形成のことに特化しています。毎年海外も一応行ってるんですけども、まあ前回、2019ですね、コロナ前ですけども、ギリギリ、英語で発表することもできました。まあ、こういうことがあってですね、国内外で活用できる、活動できるようになりまして、今、眼形成再建科学会、そして、流域流動学会、そして、アジア太平洋ですね、この東南アジアから東アジアまでのアジアの眼形成再建科学会の理事をしています。で、アメリカの眼形成再建科学会のインターナショナルメンバーということで、まあ、このような、いろんな、海外、まあ、日本だけじゃない経験からですね、恐れ負いながら、まあ、日本の眼形成再建科学はですね、グローバルな視点から、見てみたいと思います。
昔からですね、日本は実はがん科の先進国で、がん形成も例外ではなかったんですね。これ、1897年ですね、日本眼科学会雑誌の第1号、第1巻です。で、この雑誌の一番、目次にあるのが、この河本先生ですね、の眼瞼下垂症手術。この先生、東大の初代眼科教授です。この先生も眼瞼下垂の記録をされていたということで、眼形成関連の演題が実は11台あって、14% に残っていたということになります。では、70年後ですね、1969年、昭和44年の眼科学会はというとですね、これ眼形成の演題ゼロになっちゃってて、先ほどありました、中村太久先生も眼圧の研究をされたということになります。じゃあどうなっていくかというと、日本ではその頃形成外科が立ち上がってたということで、この時に形成、美容外科と形成外科という雑誌が刊行されています。で、この形成美容外科を見てみますと、コンタクトレンズの創設であったり、いろんなものがディスカッションされているわけなんですが、所属を見てみますとですね、眼科であったり、整形外科であったり、皮膚科であったり、そのような先生たちがまとまって、形成外科という分野を作ってですね、ディスカッションされていたという流れになっています。で、有名な高須先生もですね、この韓国に日本から形成外科が発展した結果ですね、輸出しているということになっています。でですね、この美容、実はその美容外科の元もですね、この重点手術というのは、開発したのは実は昔の眼科の先生でして、これ先ほどあった第1号1巻ですけども、埋没法をやって、リッドマージンスプリットをやってたということになります。こういう形でですね、日本の眼形成再建外科の歴史をまとめますと、1890年に明治時代に眼科が作られて、そこで眼形成というのは発症したということになります。でその後、形成外科が出て、一旦、眼科は目の中に、非常に特化していったという形なんですが、その中で、形成外科というのは、眼形成再建外科をやってくれていたということになります。で2000年代になると、やはり眼科も再度眼形成のディスカッションが盛んになってきて、2013年に、この学会が設立されたということで、現代の眼形成再建外科というのは、やはり眼科と形成外科が混じったものだというふうに思えると思います。日本以外を見てみますと、このキュロプラスティックソサイティですね、眼形成学会というのは、見てみますと、USA が一番やはり古くて、50年以上の歴史があります。でその後、ヨーロッパ、韓国、そして先ほどあったアジア太平洋という形で、日本が一番新しいということになります。で、これを見ますと、やはり日本の眼形成再建外科っていうのは独自の進歩を遂げていて、世界のスタンダードとは異なる点が多数あるということがお分かりだと思います。この、実はこの世界の眼形成再建外科っていうのは眼科医だけしか入れない世界というのがもう常識になっておりまして、アメリカも日本と同じぐらい1896年にできて、1969年にこの眼形成再建外科ができたという形で、現在も眼科医しか入会が不可能だという分野になっています。だけどですね、日本の眼形成学科っていうのは、やはり独自の進歩を遂げていますので、世界のスタンダードとは異なる点が多数あるということ。だけども、世界の眼形成学科はですね、と比べてですね、日本は独自のこの環境に合わせて様々な知識を取り込む必要があるということで、我々は知識を常にアップデートしないといけないということがわかるかと思います。ということでですね、じゃあ、当院ではどういうことができますかということになると思います。我々、日本人でアメリカ眼形再建学会の認定医というのは、私と鹿島先生の2人しかいないんですけども、この2人がですね、日米の良いところを合わせた眼形再建学を提供したいというふうに思っています。で、日米での経験をもとにですね、田島先生が作ってこられたこのマネジメントと、私が主に力を入れていました技術と、一つに合わせましょうということで、今回、私はこの共同社クリニックの大阪に合流させていただくということになりました。で、この、グループのですね、コンセプトっていうのは非常に、宣伝されていまして、合理的で、無駄を省くというところ、これがですね、もう素晴らしいというふうに思います。まずこの低侵襲手術ですね、無駄な手術操作を減らすということ、これはもちろん受診者にとってもそうですし、患者にとってもやはりハッピーなことだと思います。
まあ、日帰り全身麻酔手術、まあ、これはですね、無駄な入院をしない、まあ、お腹を開けたり、胸を開けたりする手術というのは、やはり、まあ、入院しないと、術後の管理をしないとできませんが、まあ、眼科の手術ではそこまで、必要な場合は少ないということになると思います。それでも全身麻酔をしないといけない手術というのはたくさんありますので、まあ、そういうことをですね、効率よくされているというところ。そして、患者ファーストである。まあ、これは無駄な時間を減らす、ペーパーワークを減らす、待ち時間を減らすということ。そしてもう一つ最後なのが特徴的なのが、この無駄な痛みを減らすというところだと思います。で、まあ、オーキロフェイシャルクリニック大阪ではどのような治療が対応可能かということなんですけども、先ほどあった、このいろんな疾患、まあ、これに対して基本的には、眼底細菌化治療は全て対応が可能だというふうになっています。まあ、我々は先ほどもありましたように、このカリフォルニア自己民の主義を日本に合うように、モディファイしながら提供するようにしています。でこれ、手術書なんですけども、大体アメリカの手術主義っていうのは、非常にたくさんありまして、ファンクショナル、まあ、機能改善というのが 83%、残りの 17% がコスメティックな主義になっています。で、まあ、ここはやはり、アメリカもそうなんですけども、基本的には機能改善を目指して、そこにコスメティックな要素を加えるということになります。これ、アメリカ眼底細菌学会のホームページですけども、まあ、このようにファンクショナルとコスメティック両方を扱っていますよというアピールになります。であとはですね、先ほどもありました、痛みに敏感ですということ。まあ、これはアメリカ人もそうなんですけど、非常に痛みを取って、患者さんに対して、無駄な痛みを与えないということに敏感になっています。でそれをですね、鹿島先生はすごい、上手にされていまして、この局所麻酔、十分な鎮静をドルミカム、プロボホル、正規でされていますし、全身麻酔に関しても非常に優秀な麻酔科の先生が来られてですね、術後の早期覚醒、そして、麻酔に関連する苦しみを減らす、例えば、相関をできるだけ少なくすることでですね、ラリニアルマスクを使うことで、術後の喉の痛みだとか、そういう細かいところまで、ケアをされているというところになると思います。でこれも、もともと、アメリカのやり方を、やはり、モディファイしたということになると思うんですけども、まあ、これ、我々が、私が言っていた、クリニック、大学の手術室のやり方ですけども、まあ、やはり、まずドリミカルプロホールで、導入してですね、意識がなくなると、局所麻酔を行います。で、この時にも、意識はないんですけども、できるだけ痛みがないようにということで、重曹を入れたり、マーカインで少し、長めに効くようにしたりという形にしています。で手術終わった後は少し休憩して、結果観察してからそのまま帰られるということになります。これも全身麻酔も一緒の形ですね。ということで、まあ、これはもちろん、患者にとってもいいんですけども、やはり教育にとってもいいということで、非常に役に立つシステムだったと思います。で、まあ、これに基づいてですね、我々はこの眼瞼細菌化対応をしていきます。眼瞼、眼下、類同その他、すべて対応するようにしています。少し、少量をお見せしますけれども、例えば眼形成のベーシックなところですね、上眼球の形成率。まあ、このように、一重であるのを二重にすることと、プラス機能的な改善として、このまつげですね、これを外へ向けるというのが、非常に重要なポイントになります。一方ですね、高齢、少年から高齢になりますと、やはり視界が被ってくるということで、しっかり視界を確保するために上眼球の形成を行う。ただ、非常にたくさんの皮膚を取らないといけない場合というのは、現在この皮膚、尾毛下皮膚切除ですね、ここにマークしてありますけれども、眉毛の下で皮膚を取って、しっかりまぶたを上げてあげるという形になります。次に眼瞼下垂ですけども、若年でもやはりこういう形で眼瞼下垂になって眉毛が上がってしまうという方がいらっしゃいます。まあ、この場合ですね、症状が出てくるという場合が多いですので、まあ、それに対して手術で治してあげるということ。もちろん、壮年から高齢者の疾患ですので、このような高齢、ご高齢の方にもしっかり対応していくということをしています。であとはですね、眼瞼下垂でも非常にこうセンシティブな患者さんもいらっしゃいますので、まあ、可能であればこの皮膚を切らない経ミューラー筋短縮術というものも選択肢に入れています。あとは先天性の眼瞼下垂ですね、左右差をできるだけ、揃えるということをイメージしつつ、あとはまつげの方向、まあ、こういうものもしっかりケアしていっていると
で、これは麻痺性の右の眼瞼下垂ですけども、まあ、この場合はどうしてもダメなので、前頭筋痛外傷を行った。麻痺性の重症筋無力症に対しても、手術によって対応しております。で、上げるだけじゃなくてですね、今度下げる方もあります。これは顔面神経麻痺で、まぶたが閉まらない眼瞼症になりますけども、しっかり閉まるようにして、角膜を保護するということ。で、次にですね、下のまぶたですけども、まあ、これは大きな眼瞼症の中での一つの分野ですけども、眼瞼の内反症。まあ、これもやはり目を守るために手術をするというところで、ファンクショナルな手術の代表例です。で、まあ、これもですね、普通は皮膚を切るんですけども、最近はこの経血膜法であったりとかですね、いろんな工夫をしていっています。で、ご高齢だけじゃなくて、先天性のこの小毛内反症であったり、この内眼角髄皮ですね、ここの向こうひだ、これを形成して、しっかり内反症の再発を抑える。これが下まぶた。で、上まぶた。で、上下のまぶた。まあ、こういう形でですね、お子さんのまつげというのは柔らかいんですけども、たまに、角膜潰瘍に陥ってしまったり、非常に重篤な疾患になることもありますので、再発をできるだけ抑えてですね、こういう治療方法をしております。で、まあ、特殊な、まあ、今回この方法なんですけども、ちょっと独自な方法を作りまして、このローテーショナルフラップというのを開発しています。で、内反症だけじゃなくて外反症ですね。まあ、これは、眼瞼腫瘍の切除後、そのままフリーに、そのまま放置されていた症例ですけども、まあ、この症例は上から、上眼瞼の回転皮弁で下を再建したり、これに関しては左の方の、有利の前層皮膚腫瘍をしています。あとはですね、眼瞼症の中に一つ入ると思うんですけども、この眼瞼後退ですね、右の方の MRD2 ですね、下まぶたが下がってしまって眼瞼になっていますということで、治したり。これは甲状腺眼瞼の患者さんですけども、非常に重篤な状態ですが、しっかり治すということをしています。顔面神経麻痺の静的再建術、左の眉毛が下がってしまっていますけれども、眉毛の上で切ってですね、まぶたを下げるということ、プラス下のまぶたを上げてあげないと、下のまぶたも下がっていますので、まあ、再建するということ。で、あとはですね、オルビタの方に入りますけれども、まあ、甲状腺眼症ですね、これも鹿島先生に教えてもらった手術なんですけれども、まあ、眼球突出をきたしてですね、非常に目の多彩な症状をきたされるんですが、眼下脂肪減圧術を行うことで、このようにすっきりしたまぶたになって、患者さんは非常に喜ばれるという手術もされています。で、もう一つ、先ほどのやつは脂肪が、増大してしまうタイプ1というものですけども、タイプ2とかでですね、筋肉、外眼筋が腫れてしまうと圧迫性神経症に至るときもあります。まあ、この症例はですね、そうでして、まあ、眼球突出は比較的マイルドに見えるんですけども、筋肉が張ってしまってですね、視神経を圧迫してしまい、視力が落ちていたという状態になります。これも同じように手術で治しております。でたまにですね、甲状腺眼症じゃない眼球突出があります。まあ、この方は、さっき村病なんですけども、それによって、眼球突出があってですね、軽度の眼瞼がありましたので、減圧術を行っています。で次に、類動ですけども、まあ、急性類脳炎、教科書的にはこういうふうな急性類脳炎になると、この類脳炎が収まるまで、手術をしないというのが定石だと思うんですが、今はもう、鼻内法というものがありますので、鼻の中から手術をすることで、この腫れというのを早急にですね、対応することができます。ですので、まあ、できるだけ早く患者さんの痛みを解放してあげるということで、できるだけ早くこの鼻内法をしてあげるというふうに対応しております。で重篤な類焦管閉塞症というのがたまにおられると思います。で普通のビリカン閉塞症だと、大体先ほどの DCR、ビリノビック粉末で 95% 以上治るわけなんですが、この類焦管閉塞というのは非常に治りにくいという病気になります。
これに対してですね、このジョーンズチューブというガラス管をですね、入れて、鼻の中まで通して、こういう手術、重症化、重篤のある重症化閉塞にも対応しております。で、涙動が大丈夫なんですけども、涙が出るという患者さんもおられます。まあ、これを機能性流涙症というわけですけども、まあ、これに対してですね、新しくこの涙腺切除というのを開発しております。まあ、これは、正常の涙腺を一部取ってしまうということなんですけども、まあ、非常にこの涙の量がどんどん減ってきてですね、非常にいい状態になってくるということで、まあ、涙、涙動が詰まってないから、あとは大丈夫ですよっていうふうに、見せてないというのが、我々の頑張るところだと思っております。あとはですね、外傷でこの涙小管断裂というのが、緊急疾患で多分、先生方の外来にも来られると思います。まあ、この方はですね、右の下眼圏の涙小管断裂になっていますけども、まあ、これ、救急外来で縫合されちゃっててですね、もう2週間以上経ってたんですけども、まあ、つなぎ直したということ。で、同時にこの上のですね、傷ですね、これもちょっと直しておきましょうと言って直しています。で、下の方も、違う病院でですね、涙動の再建を行われたんですけども、まあ、チューブが全く違うところに入ってて、内視がずれてしまっているのが分かるかと思います。ここに対しても注意していますけども、まあ、このような若い方の場合というのは、やはり特に注意しないといけないと思います。まあ、この方の受傷前の写真見させてもらうと、こんな形なんですけども、初診時、下まぶたの位置がずれてしまって、この角度が鈍角になっちゃっています。で、まず、涙動を再建すると、上に上がりますけども、今度、このスカワダのせいでですね、非常に、まあ、みすぼらしいということで、ここも直しているという形にしています。まあ、それを考えてですね、この涙のイメージを見てみますと、やはり、この一番最後まで行った方が、涙がしっかり、流れるということで、この内視形態というのは非常に涙涙症に、関与しますので、そういうところも注意して見ています。で、あとはですね、涙小管断裂の緊急性のものですね。まあ、これは、大体諦められるんですけども、こういうものもやはり、患者さんの、何とか助けたいということで、トライしております。まあ、これ、もう何年前かちょっと忘れましたけども、内眼角の靭帯が完全に断裂しちゃって、内視の涙球の位置がもうずれちゃってるというのがわかると思います。で、これを HOVY の皮弁で、神経皮弁で直して、涙動も再建しています。まあ、これが涙動ですね。まあ、ですので、涙というのは、我々の日常生活の診療において非常に多いと思いますけれども、そういうのを全て対応できるようにちょっと頑張っているというところです。で、次に眼科に入りますけれども、眼科腫瘍というのも、扱っております。まあ、この方の場合は、左の竹井選手になりますけれども、まあ、大きな竹井選手に関しても、手術を行います。骨折ですね。下眼壁の骨折になりますけれども、上転障害が改善するように、しっかりプレートを入れて再建しています。まあ、これらは全て全身麻酔ですけれども、鹿島先生のところのクリニックでも、全て、左全身麻酔で行っています。あとは、義眼症の形成ですね。これ左の、これ義眼なんですけども、すごい凹んでしまってて、目が陥没していますが、人工材料や神秘脂肪移植をすることで、こういう形で、どっちが義眼かわかんないぐらいまで持っていきたいと。まあ、これは西洋的なもの半分ですけども、やはり、まぶたの周りっていうのは、印象に、他人に与える印象っていうのはすごい、ありますので、まあ、患者さんのことを考えると、やはり、ちゃんと、きれいにしてあげると。というのが必要かと思っています。で、あとは腫瘍で言いますと、この眼瞼腫瘍ですね、視線眼だと、まあ、これぐらいだと、まあ、このペンタグラムで、切除して、半分ぐらいまぶたなくなるんですが、このように再建することができますし、ほぼ全部なくなっちゃうという場合は、このヒューズフラップといって上から移植してくるということをしています。このようにですね、眼瞼腫瘍、まあ、腫瘍に対しても、アプローチ可能です。まあ、コスメティックなボンですね。先ほどまでは、大体が、この機能的な問題に、フォーカスしているというふうに思うんですけれども、やはり、まあ、まぶたっていうのは先ほど申し上げたように、他人に対する印象っていうのに、非常に、センシティブに、影響しますので、このコスメティックな微調整っていうのもしています。まあ、この方は左ですね、右と左の左右差で、
台の眼球活性が少しあってという形で、できるだけ、合わせるように、調整しています。まあ、この下の方もそうですね。この辺りが、左右差ということになります。であとはですね、手術をしたんですけども、治らないんですということで、まあ、こちらへ来られる方が、まあ、こういう場合もあります。やはり、まあ、このように、一番多いのはこの眼球下垂の左右差の調整だと思いますし、やっても治らないというもの、まあ、眼球下垂の提供性、まあ、こういうものに対して対応していきます。さらにはですね、逆に、飽きすぎちゃってて、もう目が途端になっちゃってますということの場合、下げる手術もしますし、あとは先ほどありました内反射の再発もやはり、対応として多いと思います。まあ、これに対しても、できるだけ、対応してですね、満足のいく結果を目指しております。あとは、まあ、このバキアリートですね、下のまぶたの、この脂肪のヘルニアになりますけども、まあ、これは、保険診療というのは、もちろん適用できませんので、自由診療になるわけですが、まあ、こういう形でスッキリした目元にしているということ。そして、まあ、この方の場合は左右差があるような、バギーですけども、まあ、これもできるだけ揃えるように、調整できるようにしています。ということですね。まあ、眼球再建化っていうのは、まあ、非常に眼補足器、自体の種類が多いのと、それに対応する術式も多いのと、様々な要素が入っておるというところで、非常に深い分野になるんですが、まあ、それでこそ面白いということになります。で、海外でそういう形で見てきた内容と、日本で自ら勉強したもの、まあ、そういうものをですね、組み合わせて提供できればなと思っております。で、あとは、まあ、やはり、まあ、まだまだ、直せないものっていうのはあるので、いろんなものを開発していっているということになります。まあ、先ほどあった眼下脂肪減圧術というのは、鹿島先生がモディファインされてですね、非常に治療成績を期待しておりますし、まあ、メドポアであったり、皮膚であったり、あとは炎症を抑えたり、まあ、類動の種類ですけども、まあ、多数のものを開発して、できるだけですね、低侵襲に、いろんな疾患に対応できるようにという形で努力しております。という形でですね、まあ、先生方の、思い当たるような患者さんがおそらくおられたと思うんですけども、まあ、そういう方をですね、送っていただければ、我々のできることをすべて引き出してですね、対応したいと思っております。で、基本的に眼形成再建外科しか診療していません。ですので、まあ、白内障含めてですね、点眼症法もそうですけども、内眼の診療に関してもかかりつけ医の先生に全てお任せしております。で、その代わりですけども、やはり、まあ、眼科とこの眼形成外科の綿密な連携は必須だと思っていますので、まあ、そういうところですね、しっかり連携してできればなと思っています。で、診療時間ですけども、一応日月が休みで、8時15分から5時まで、一応ずっと日休憩なしでやっています。常勤は一応3人の体制で、我々大阪医大のグループが入るという形にしています。で、先ほどもありました、被害全身麻酔に、随時対応しているということになりますので、よろしくお願いします。で、アクセスですけども、今、この隣の建物、今の3階になりますので、他方面からアクセスが駅からですね、徒歩5分で行ける状態ですので、足の不自由な患者さんにもいいかなと思います。で、現在、事前予約を行っておりますので、表にありますけども、フライヤーを置いていますので、そこにこの QR コードがありますので、これを入れていただくと予約受付ができるように今なっています。あと、電話番号も決まりましたので、この電話番号にかけていただくと転送されるようになっております。あとはですね、やはり、まあ、教えてもらった立場ですので、もっと広げていきたいというのが僕らの素直な気持ちです。ですので、この眼形再建以下を知ってもらうためにもですね、見学というのは随時受け付けておりますので、もしご興味があれば、ぜひ来ていただけたらいいと思います。4月の30日に一応手術見学会の予定をしておりますし、まあ、こういうものはですね、この下のスライド、下の表にありますように、僕らがアメリカへ行って日本と違うなと思ったのは、この万人受けするノーマリゼーションというのが、アメリカ人に浸透しているというところだと思います。まあ、こういうことをですね、できるだけ皆さんで共有できるというのが、やはり、
医療の前進に必要だと思いますので、そういうところを意識してやっておりますので、また僕ご興味があれば言っていただけたら嬉しいです。ということですね、今回鹿島先生に声をかけていただいて、このようないい機会をいただいて、私自身もこの次のステップとしてこのオキュロフェイシャルクリニック大阪で頑張ろうと思いますので、ご興味あればまた遊びに来てください。本日はありがとうございました。それでは次にですね、次のトピックスに移らせていただきたいと思います。理事長のですね、和野智之先生に、今回は眼形成手術を主体にしたクリニック経営ということで、お話しいただきます。先生、じゃあ準備でき次第よろしくお願いします。はい、三村先生、講演ありがとうございました。ですね、僕の方からは、眼形成手術を主体としたクリニック経営という話をさせていただきたいと思います。眼科の、先生方の常識としてはですね、おそらく、一般外来をやらないで、眼科のクリニックが経営できるのかっていうのが、ものすごく疑問だと思うんですね。で、自分の部下も含めてなんですけれども、そんなことできないっていう話をよく聞くのでですね、今回の講演では、うちがどのようなコンセプトでやってるのかについて、講演をしたいと思います。まず最初に、常識には2種類あるというふうにされています。常識、一つ目の常識は昔からある常識。例えて言うと、人は殺してはいけません、なんていうものです。常識の二つ目はですね、最近できた常識。つまり時代とともに変わるような常識ですね。で、例えば、携帯のなかった時代には財布の中にテレフォンカードを入れていくなんていうのは常識だったはずです。成功者は A を重んじ、B は疑ってかかる人が多いというふうに本には書かれていました。業界の常識というのは、実は常識 B がほとんどです。例えば抗生剤の使い方、この20年、30年で変わってるはずです。手洗いの仕方も、ウォーターレス法に変わって、イソジンとかブラシとかっていうのは、なくなってきています。乳がんの手術方法も拡大全摘から、温存療法に変わってきて、傷口に消毒薬塗ってたのは何十年も前の話です。それで言うと、運動中に水飲んじゃいけないとかですね、僕も若い時サッカー部だったんですけど、うさぎ跳びいっぱいやらされましたが、今は膝に悪いとされていると思います。常識 B を積極的に疑うことが強みになると思っています。そこで皆さんに伺いたいのが眼形成のイメージです。眼形成のイメージ。ぶっちゃけ眼形成って 3K じゃないっていうふうに思ってる方がかなり多いんじゃないかなと思います。一つ目はきつい。下垂。眼形下垂やってですね、一つのまぶたやって1時間もかかる。で、次に汚い。術野がもう出血で血の海地獄になってますなんていう話はよく聞きます。そして給料が安いという点なんですけれども、オペテンス自体が安いので、給料に跳ね返ってくるものも少ないでしょうということですね。もちろん、経営されている先生だとすると、オペテンスが安いというのは致命的になりかねないということになります。で、そこでですね、僕がやっている、その、今までの眼形成へのイメージと違うことをお見せしたいと思います。すべてのこと始めになるんですけれども、眼形成を勉強したいと思ったときに、こう言われました。眼形眼科なんか点数も安くてやってられない。そんなことやらずに、白内障をしっかりやりなさい。で、そうしたら、開業とかに向けてもいいよ、ということだったんだと思います。例えば、群馬県の中にある群馬大ではですね、網膜硝子体が、すべての手術のトップで、そこに角膜緑内障があって、斜視があって、眼形成とか類動っていうのはですね、もう本当に、階級のすごい一番下の人間がやるようなことで、大工仕事みたいな、あんなの眼科の手術ではないぐらいに言われてるんですね。で、ただですね、僕は眼形成類動を見、やってですね、で、その先にあるものが見たいなというふうに考えるようになりました。で、そこで、三村先生の講演にもありましたけれども、ロサンゼルスに留学をして、ロサンゼルスというのは言わずと知れたハリウッドがあるところでですね、で、そこにある UCLA の眼科病院で研修を受けることができました。
実はUCLA は特殊でですね、国際フェローにはカリフォルニア州の医師免許、まあ、一時的な医師免許なんですけれども、これが、交付されます。なので、臨床留学という形で手術の執刀まで、することができました。ただ、その国際フェローになること自体がちょっと難しくてですね、1年で1人しか取らないので、倍率はだいたいその世界中からの応募がある50人ぐらいの中から1人選ぶ。毎年1人ずつしか選ばれないという、狭き門ではあります。講演の本題に移りたいと思います。非常識と思われていることをゼロから考えてみるということを僕はよくやります。一つ目の非常識。がん形成しかしないクリニック。先ほどのスライドの通りなんですけれども、こと始めでこういうふうに言われてます。でましてや、がん形成だけしかやらないクリニックなんてどうなの？収益にもならないので、そんなことやらずに白内障やりなさいと、この、アドバイスをいただいた先輩は言ってそうです。こういう時は他業種で考えると分かりやすいと思うんですけれども、例えばこういうカウンターのお店でですね、天ぷら、刺身、うどん、おにぎり、あとは寿司から天ぷらから、まあ、何でも出しますというお店があったとしてですね、それから、うちは寿司しか出しませんという店があったとします。で、どっちに、お寿司食べたいなって思った時に、どっちに行きたいなって思うかを考えていただきたいんですね。で、かつ、どっちの方が料金が高いですかっていうことなんですね。飲食店で例えると分かりやすいんですけれども、メニューを増やすと単価が安く満足度が低くなります。まあ、つまりは、中華料理屋とかで行くと、冷やし中華始めましたみたいなのがあったとしても、冷やし中華食べに来る客がそれで増えるかというと増えないんですね。今までいた常連さんがたまたま来た時に冷やし中華を頼むだけっていうことになります。逆にメニューを減らすと単価が高く満足度も高くなるというふうに僕は考えます。できることをすべてやると強みがボケてしまうので、一つの分野に特化して強みを作った方がいいんじゃないかと思っているわけです。なので、寿司屋は寿司を握るだけの方がいいし、蕎麦屋は蕎麦だけを出した方がいいということになるわけです。ブルーオーシャン戦略っていう言葉を、知っているでしょうか。これは経営の分野でよく言われるものなんですけれども、競争のない未開拓市場のことをブルーオーシャンといって、競合がいない、そうですね。他に人がいないところをブルーオーシャンと言って。で、競争の激しい既存市場をレッドオーシャンという、経営戦略というか経営の言い方ですね。で、これを総合して、まあ、ブルーオーシャン戦略ということになるんですけれども、眼科の医院というのは、日本全国津々浦々本当にたくさんあります。一般眼科の先生方のクリニックというのはものすごくあるので、どこに出店しようと、やっぱり競合と、摩擦が起きてしまうということがあります。で、実は、がん形成というのはブルーオーシャンで、他の開業の先生方と競合しません。開業医の先生でがん形成のみを行っているクリニックというのは、僕らのクリニックの他には、札幌の石島先生と、おそらく横浜の林健吾先生、この二つしかないんじゃないかなと思います。なので、がん形成というのは完全にブルーオーシャンで、もう他の一般学科の先生方とは全く競合しないということになります。で、その上で、2021年、手術件数上がってきたので見ていただきたいんですけれども、1月から2月、3月とこう重なってきまして、結局、これは前橋と東京のクリニック、2つのクリニックの合計件数なんですけれども、総数は5749件という数を行うことができました。次に、完全予約制のクリニックにしています。よくこれも言われるんですけれども、完全に予約制にしたら患者数が減ってしまうんじゃないのというふうに思われるかもしれません。ただ僕は、その逆で、なぜかというと、患者満足度を下げる一番の原因は待ち時間だからと、だと思っています。患者満足度を下げる原因としてですね、Google マップの他の医療機関の口コミを見ていると、星1の原因となっているのは、まあ、1に待ち時間、で、2番に医師の態度。で、3番でスタッフの態度で、4番で、料金と治療内容かなというふうに思っています。まあ、患者を待たせると簡単に星1をつけられてしまいます。
で、こういうふうに、まあ、レビューでですね、星1つけられて、意気消沈した先生方も多いと思うんですけれども、まあ、こういうふうに無意味に待たせてしまうと、簡単に1をどん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 つけられていってしまうということになります。医療機関の常識だと思うんですけれども、会員直後に患者さんがこう押し寄せて、時間帯ごとに少しずつ減ってってというか、まあ、普通の、量になってって、まあ、来院時間、患者さんの来院時間の、分布を示すとこのような感じになっていると思うんですね。で、これで何が起きるかということなんですけれども、9時の最初のオープンの時に来た最初の数人は、すぐに見てもらえるということが起こりますが、その後来た人たちは、全員割り送ってですね、その分の待ち時間を受け入れなきゃいけなくなってしまいます。6時間待ちは当たり前だった。僕が大学に所属してた時代は6時間待ちというのは当たり前でした。で、この待ち時間が不満の原因となってしまうということです。で、会員当初にたくさんの来院がいて、最初に診察する数人以外は待ち時間が伸びてしまって満足度低下の原因となる。となれば、考えてみると、待ち時間の長い医療機関でも終了時間は毎日ほぼ一緒なんですね。その僕が所属していた大学病院でも大体6時には終わってるわけです。なのに待ち時間が6時間とかになってるわけですね。なぜかというと、その会員したその8時半とか9時にめちゃくちゃたくさんの患者さんが来るからであって、だとすると時間あたりの診察能力っていうのは一定なんだから交通整理をすればいいだけなんじゃないのというふうに思ってました。完全予約制にするということはどういうことかというと、まあ、この9時から12時の間に全部、均一に患者さんを慣らすということですね。時間あたりのキャパは同じなのだから、交通整理をしたらいいだけです。もし、その診察の能力が低ければ、予約枠を少なくすればいいと思いますし、逆に、能力が高いんであれば、時間あたりの予約枠を多くすればいいだけです。まあ、30分あたりで、例えば、能力があるんであれば、100とかの枠を作ればいいだけの話なので、まあ、患者さんが減るという話ではないというふうに思っています。で、患者さんからの反発があるのか、まあ、その今まで、ウォークインの患者さんを受け入れてて、いきなり完全予約制にすると、それは何か反発がある可能性はありますけれども、実は既存の完全予約制のサービスっていうのは、歯科もそうです、美容院もそうです、高級レストランもそうです、塾習い事なんかもそうなので、日常に溢れてるので、実は患者さんには違和感はありません。患者さんから、なんでウォークインでこの眼科は来れないんだっていうふうに怒られたことはないということですね。で、稀に分からないでそのまま来ちゃう患者さんもいるんですけども、そしたらその患者さんは、見てあげるか、もしくはその時に予約取り直してあげればいいだけなので、患者さんが怒ることもないです。では逆にですね、また飲食店で考えてみていただきたいんですけれども、フラッと行けるところってどんなところかって考えていただきたいんですね。吉野家とかマックとか、ラーメン屋でもいいです。定食屋でもいいんですけれども、どこも安くてランクが低いところばかりだと思います。フラッと行ける飲食店のようにならないようにするっていうのが、他のところとの差別化につながっていくんじゃないかなというふうに僕は思います。で、なぜかなんですけど、このフラッと来たい人はどんな人かをそもそも考えていただきたいんですね。で、そうすると、例えば会社の昼休みにコンタクトを作りたい。まあ、空き時間にですね、コンタクトを作りたい。仕事帰りに子供の学校研修の髪の毛入してほしいとか、そういうふうな要望がある方ですね。で、実はこういう方々、診察の費用、診療費っていうのは安く上がります。で、売上にほとんど貢献しないんですけれども、実は時間の隙間を利用してきているので、待たせると簡単にクレーマーになって星1をつける、高リスクなタイプなんですね。逆に、オペの患者さんっていうのは待たせてもそれほどこう星1つけにくい。まあ、なぜならその医療機関をもう完全に信用してきてるからですね。待ってもいいからここのクリニックで、手術をしてほしい。この先生に見てほしいっていう人たちなので、そうすると星1簡単につけなくはなります。非常識3、日帰り全身麻酔をガンガンやる。日帰り全身麻酔手術の実施件数、去年、年間ですけれども、722件、任合計で、行いました。週に直すと平均14件ということになります。
大学病院の大学病院で研修された先生方からすると、こう入れ替えもすごく時間かかって大変でしょうっていうふうに思うかもしれないんですけど、うちの、入れ替えですけど、手術が終了してですね、まあ、麻酔科のこの仕事が始まって、覚醒してストレッチで退出して、入室してモニターつけて、で麻酔の導入して、麻酔導入終了して、手術までの間ですね、これ実は15分で終わります。もう嘘だと思ったら、ぜひ一度 見に来ていただきたいんですけれども、術者、麻酔科医、看護師の連携によって、15分ぐらいで入れ替えができるということですね。もう一度シェーマでお示しします。患者が、導入して、手術終了からですね、で、覚醒して、いなくなって、次の患者が入って、導入して、手術開始までが、15分ですね。大学で一度この時間を測ったことあるんですけど、大学だと、まあ、平均して1時間、60分かかります。で、それからですね、この722例やって、平均のリカバリー室、まあ、その手術の後でリカバリーに移ってもらって、完全に冷めてから帰ってもらうんですけれども、平均のリカバリーの時間というのはこの101分というところになります。だから大体1時間半ぐらいで、退院ができるということになります。麻酔関係で体調不良等によって緊急搬送が必要となった症例はありません。異常識の4番目です。外来はできるだけ少なくするということです。完全予約制にするということはですね、この患者さん見ていただきたいんですけども、この赤が手術の希望患者さん。で、緑は一般外来の患者さんです。で、見ていただくと、まあ、ポツポツとオペ看がいるような感じですね。完全予約制にするということは、まあ、もしこれで外来が混むと、必要としているオペ患者さんの満足度まで下がってしまいます。なので、こうもう、スカスカにしたいんですね。なので、外来の数はできるだけ当院では少なくしたいと思っています。オペが終わったらすぐに全員に戻っていただいています。診察の流れですが、初診が、まあ、これは例えば下垂で例えると、診察の流れとして初診があって、次に来るのは手術日。次に来るのは翌日ではなく、もう術後2週間にしています。で、その後、それで良ければ3ヶ月。術後3ヶ月で来ていただいて良ければもう逆紹介にしちゃいます。外来、再診はできるだけ少なくして、手術と初診に時間を割いています。異常識、丸五、眼科なのに美容外科もやります。まあ、これはですね、保険診療でできることに限りがあるので、美容外科と同じようなメニューも出しています。これは二重まぶたの充填、埋没法ですね。このようなこともやりますし、例えば、下眼圏の脂肪ヘルニア、下眼圏にクマがありますけれども、これを治すような手術ですね。通称、裏歯村法と言われているものですが、これも、自費でやります。この方は形成外科で、下垂2回、保険で、手術やったんですけれども、手術したんだけれども、こんなまぶたになってて、治してほしいということで、こういう見た目の修正というのは、保険診療ではできないので、自由診療で受けたまわっているということをやっています。例えば、その他にも、これはボトックスですね。眼瞼痙攣とかに使うあのボトックス、美容用の製剤がありますので、それを眉間と、全額、おでこですね、に打ったんですね。で、それだけでこれぐらいの表情を変えることができます。それから、ヒアルロン酸もやってます。ヒアルロン酸注射ですね。こっちがやる前、で、こっちがやった後なんですけれども、かなりその、若返るというか、表情が、ちょっと言い方悪いですけど、透けて見えなくなってるというか、明るい顔になってるのがわかると思います。ヒアルロン酸を、やることで、こういうように人の表情を作ることができるんですね。まあ、詳しく見ていただくと、頬が下がっていたのを、少し上に上げて、ほうれい線とかマリオネットラインのところにも注射を入れて、こういうシワをなくしてあげると。で、表面の細かい凹凸の影をなくして、つるっとした状態に近づけることで、まあ、若返るような、まあ、印象のいい顔にすることができるということですね。非常識6、手術時の痛みは、できるだけ取っています。当院では、鎮痛に関して、やっていること6つあります。1つ目、吸入麻酔、小気麻酔ですね。次に静脈麻酔も使います。
で、それから、死乳時の痛みも取りますし、注入時の痛みも取りたいと思ってやってます。それから、解剖をよく考えて、術後の鎮痛まで考えます。で、鎮静が必要なタイミングっていうのは、まあ、局所麻酔薬を入れるわけなんですけど、それ自体がすごく痛いんですね。なので、その注射が一番痛くて怖いので、注射の前に鎮静をやってしまいます。まあ、まず最初に、ベッドに横になったら吸入麻酔、吸入麻酔で正気と酸素を嗅いでもらうということですね。鎮痛効果もありますけれども、SPO2 の上昇というのがすごく大事な役割です。次に、静脈麻酔を点滴から入れます。ペンタジンとドルミカム、それからプロポフォールを使うんですけれども、下2つは呼吸抑制がかかってしまうので、酸素がすごい大事なんですね。なので、さっき、正気も大事なんですけど、酸素も同時に投与するというのはこれがあるからです。で、実際にその動画をお見せしたいんですけれども、で今、ぼーっとしてない状態だったんですけど、これで1分したらこんな感じですね。朦朧としてるのが、片目にもわかると思います。で、プロポフォールを追加したところですね。でもう完全に寝ちゃってる状態で、まあ、この時点でその少しですね痛がったりすることもあるんですけれども、ちょっと動いたとしても、本人はもう忘れてます。なので痛みの記憶は全くないということになります。で、新時代のがん形成はですね、眼科医だけど、まあ、いろんなことを学ぶことができて、自由診療も含めて学ぶことができて、学ぶことがたくさんあって楽しいというのが、正直な僕の思いです。まあ、結論としてですね、眼形成は 3K ではなくて、専門性が高くて、患者満足度が高く、医師 QOL が高いという参考であるというふうに、思っています。で、最後にクリニックの紹介なんですけど、これは東京の受付ですね。デザイン会社に美術館のようなイメージでって言ったら、なぜかこの天使の輪みたいな照明がつきました。で、これがオペ室で、ベッドが2台あって、顕微鏡も2台設置してあります。なので、並列で手術ができるようになっています。壁側を見てもらうと、一番奥の壁側を見てもらうと、全身麻酔器が2つ、左右に、壁沿いにあるのが分かると思います。両方のベッドとも全身麻酔できるようになっています。それからこれが、大阪のクリニックの外観ですね。中はシースルーになっていて、上の方は曇りガラスにはなるんですけれども、広々としたスペースを取っています。東京のクリニックの 1.3 倍の面積ありますので、かなり広々とした空間になっています。これがオペ室で、一応その3つベッドを置いて、処置に対応するのが1つ、それから手術で使うのが2つというふうに、考えています。最後になんですけれども、オキロフェイシャルクリニック東京ですね。今、94件ぐらいの口コミがあって、今 4.9 の、星をいただいています。オキロフェイシャルクリニック大阪も同じような点数になれるように頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。先ほど三村先生もおっしゃってたんですけれども、見学はもう本当にウェルカムでいつでもお待ちしています。百聞は一見にしかずなので、一度でも来ていただけると、どのレベルで何をやってるのかというのはわかると思うのと、今までの常識じゃないことをやってるので、本当にこれは眼形成なんだろうかとか、これは眼科なんだろうかと思うようなことをやってるので、ぜひ一度見に来ていただければなというふうに思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。じゃあ、ここで終わりなんですけど、ズームで質問を受け付けたいと思うんですけれども、一応、チャットの方にも、書いたんですが、
何か質問がありましたらお受けしたいと思うんですが、いかがですか？非常にわかりやすい、説明ありがとうございます。三浦先生に質問なんですけども、3人体制で、外来されるということなんですけども、そのあたり、先生はずっと、いらっしゃるのか、それとも、まあ、交代されているのかです、お昼休憩どうなっているんですか？もうちょっと詳しく分かればと思いますが。ありがとうございます。ですね、一応3人体制なんですけども、基本的に僕、もちろんいる予定です。で、お昼休憩も基本的に取ってなくてですね、まあ、一人ずつ交代交代するとか、そういう形でする予定にしています。ですので、午前中が、一応初めの方は手術で、午後から外来という形にしてるんですけども、まあ、3人で、まあ、必要な時に外来もしつつ、手術もしつつという形にする予定です。それと、先生のところにその紹介したいなというふうに思った場合は、電話をしたらいいのか、それとも、他のクリニックのように、その、紹介状だけ書いて、行ってきて、みたいな感じでいいのか、そのあたりを教えてください。そうですね。もう、電話でも、自分、お答えできると思いますので、電話していただければと思います。追加で話したといい？はい。患者さん本人から電話いただければそれで予約が取れるような形になってます。で、東京のクリニックではですね、患者さんの病状が非常にややこしい人が多いんですよね。つまり美容外科で3回も4回もやった後の人と、例えばバセドで、予約を取りたいっていう人の場合に、その単純にその予約取っただけだとダメで、まあ、つまり何が言いたいかというと、バセドの人は MRI を事前に撮影して持ってきてもらわないといけないんですよ。なので、一律的なその初診の枠が取れないんですね。で、受付のスタッフと話していただいて、事前に何が必要っていうのを分かった上で持ってきてもらうっていうことをやってるので、電話予約が一番スムーズかなというふうに思います。例えば骨折の場合には CT を取ってきてもらうとか。で、まあ、東京にはメディカルスキャニングっていうその CT、MRI の専門のクリニックがあるので、そういうところで撮影して持ってきてもらう。で、一応その、EMA の中に、実はもう1階にメディカルテックスタジオでしたっけ？っていうその CT、MRI 撮るクリニックがあるんですね。なのでそこでもう撮影して持ってきてもらうような連携はできてるということになりますね。で、まあ、それで言うと、追加で言うと、東京ではですね、医者、まあ、スタッフは昼休みの時間取らないと労働基準法に違反しちゃうんであれなんですけど、医者は休みなしなんです。ぶっ通しでやっててですね。あと、まあ、食べたいやつは食べろみたいな感じで、それで言うと、昼ご飯はほぼ、まあ、僕は朝昼食べないんですけど、昼は適当にもうみんなおにぎり持ってくるなり、パン持ってくるなり。で、まあ、人によっては全然食べないということをやってますね。なので、ぶっ続けてやってます。他に何かご質問ありませんでしょうか？本日はですね、お忙しいところ、たくさんの先生方に視聴していただき、本当にありがとうございます。まあ、本当に今回、眼形成再建外科の専門クリニックを大阪で開くということは、やはり、まあ、梶本先生のスライドにもありましたように、こう何か新しい、こうきっかけになるというふうに考えています。で、まあ、僕らの、やはり、役目っていうのは、この眼形成再建外科というもので、苦しんでいる患者さんをいかに、解放するかということを目標にしてやっていますので、もしそういう方がいらっしゃいましたら、ぜひともご紹介をお願いします。本当に今日は貴重な時間ありがとうございました。またお会いできたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。Yes. ありがとうございます。本当？はい。あ、本当だ。ご質問の方が、
被害 PCR をお願いしたいと思っていますが、紹介の意思を指定すると自費になると伺いましたということですね。基本的には、指定するというかですね、保険診療、PCR の基本的に保険診療ですので、保険診療で対応するということになりますし、もしそれで自費になったとしても、執刀医というのは基本的に3人で誰かが行うということになります。で、一緒にやってくれる後輩の2人というのも非常に専念した手術ができるようになっていますので、もちろんその患者さんのご希望に沿ってですね、対応していくというふうに考えていますので、その時に、ご相談という形になるかなと思います。そうですね。うちのクリニックのコンセプトというか、そもそものそこのところを今回のプレゼンテーションの中に入れ込んでなかったんですけれども、眼科の先生方の教育というか認知をしていただきたいというか、みんなその眼形成の治療に参加していただきたいというのが、そもそものクリニック立ち上げのコンセプトではあるんですね。なので、できるだけその若手の先生方にもやらせたい。で、その意味では、例えば大学病院に紹介した時も、教授宛に紹介しても多分他の先生がやったりすると思うんですけども、それと同じような意味合いで、もちろん、素人が最初から最後までやるわけではないですし、走り切れるわけではないんですけれども、それなりの、腕に応じた、熟練度に応じた難易度の手術をそれぞれに当てていって、できるだけその若手の医師に経験を積んでもらって、素晴らしい眼形成のドクターになってもらいたいというふうに思って、保険診療でいらした場合にはオペレーターの指名はできない。ただ例えば三村先生宛てに紹介が来たけれども、その下の藤田先生がやってる、で、藤田先生がやってるのを三村先生が後ろでチェックしてるみたいな環境でやるようなことになるわけなんですね。なので、保険だとしてもあまり心配されずに送っていただけたらなと思ってますし、東京はもうそのシステムでやらせていただいて、3年半経ちましたけれども、開業医の先生方から、すごく、クレームを言われることはないので、おそらく大丈夫なんじゃないかなというふうには思っています。ありがとうございます。もう一つね、大町先生から、麻酔は麻酔科の先生がいらっしゃるんですかということなんですけど、もちろん麻酔科の先生が来ていただいて、ね、電子麻酔の管理をして、やっていきます。で、あとはスタッフの中に麻酔管理できる看護師が参加してくれてますので、体制としては非常に整っているというふうに思っています。先生、これあれじゃないですか。局所麻酔で鎮静やった時もっていうことじゃないですか、ね、全身麻酔に関しては麻酔、もちろん麻酔科の先生を呼んで相関、までして、ラリマの場合もそうなんですけど、麻酔科の先生がやるんですけれども、局麻の鎮静はそのドルミカムとかプロポフォール使ったりとかっていう消気使ったりっていうのは僕らで、そうですね、眼科医が管理してやってます。で、もちろん全身麻酔になるような薬の量の大体3分の1ぐらいしか使わないんですね。なので麻酔科の先生が使う量ほどはもちろん使わないので、比較的安全にというか、もう全然安全にできてるかなというふうには思います。答えになりましたでしょうか。他にどなたかご質問ありますか。ちょっとさっきクローズしちゃったんですけど大丈夫ですか、ね。この動画はですね、一応ファイルとして、僕保存して、後で僕自身の YouTube チャンネルとかに公開したいなというふうに思ってますので、途中から参加された方とかですね、見逃したなと思った方は僕の名前探していた YouTube で探していただければ、そのうち、動画配信されると思います。はい、よろしいですか。すいません、2回目になりますけど本日はご参加いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい。